シュタ、お疲れ様。今って大丈夫？電話の方がいい？それは大丈夫よ。このままメッセージで済む話だから。どうかした？この前の週末に買った冷蔵庫あるじゃない？あれの手配手続きってショータがしてくれたのよね。いつ配送か聞くの忘れてたなって。ほら、古い冷蔵庫も引き取ってもらう手はずになっているし、冷蔵庫の中身をなるべくなくしておこうと思って。今週は食材のお買い物とかも考えてしないとなって。ああ、それか。それなら大丈夫。母さんがちゃんと古い冷蔵庫の中身を整理するって言っていたから。え？お母さん？やっぱ神の子より年の子っていうか、母さんなら冷蔵庫の中身パパーと片付けられるんだってさ。ちょっと待って、なんでお母さん？私たちのことなんだから、そこまで耐えるわけにはいかないわよ。お母さんだって暇じゃないでしょうし。何言ってるんだよ。そりゃ俺たちがやればベストだけど、来週の週明け月曜日はさすがに無理だろ。月曜日？冷蔵庫が来るのって週明けの月曜日なの？そうだけど、月曜の14時から17時の間に来る手はずになってる。ちょっと待ってよ、その時間って私もあなたもしっかり仕事の時間じゃない。だから母さん一人に対応お願いしたんだけど、母さんはそれでいいって言うんだよ。私たちの冷蔵庫なのにお母さんに整理させて配送の時の立ち会いまでお願いするなんて、さすがに悪いわよ。あ？ああ、そっか、まだ言ってなかったっけ。何？この前買った冷蔵庫ってうちの実家のために買ったやつなんだよ。え？実家のため？待って、何、どういうこと？うちの実家の冷蔵庫古くなってきて、最近じゃ冷えが悪いって母さんがぼやいていてさ、誰かプレゼントしてくれないかなって言っていたから、俺とお前からのプレゼントってことで送るために買ったんだ。親孝行しないといけないしさ。でもうちの冷蔵庫置き場のサイズを測って、私が使いやすいやつをって家電売り場に連れてってくれたわよね。母さんがうちの冷蔵庫くらいのサイズが欲しいって言うから、参考としてサイズを測っていたんだよ。もちろんちゃんと実家の冷蔵庫置き場のサイズも測って、新しい冷蔵庫が入ることは確認した上でね。さらに選んでもらったのは、やっぱ主婦が使いやすい冷蔵庫の方が母さん的にも助かると思ったから意見を聞いただけ。私はてっきりうちの冷蔵庫を買い替えるもんだとばかり。それじゃあうちの冷蔵庫は買い替えるんじゃないの？うちのはまだ使えるだろ。食洗機だってこの前送ったばかりじゃない。やっぱそれなりに長く使っているから、いろいろガタが来てるよな。家電もちょこちょこプレゼントしてるし、母さんもだいぶ家事が楽になったって感謝していたよ。親孝行大成功だよな。親孝行って、それならそうと先に言ってほしかったんだけど。言うのを忘れていたんだよ。支払いの時に言えたよね。てっきり自分の家の冷蔵庫だと思って、支払いだって我が家のお財布から何も疑問も持たずに出したけど、俺たちの親孝行なんだから俺たちの財布から出しても何も問題ないだろ。私の両親への親孝行はないのに。それはサロが計画しないからだろ。計画したってなんだかんだ言って却下するじゃない。そんなことないだろ。この前旅行だって言ったし。旅行って、新年の挨拶で私の実家に一泊した時のことを言ってる？行き帰りのガソリン代くらいで、それ以外は何もお金かかってないじゃない。食事だって用意されていたし。タームイズマネーって言葉知らないの？俺の時間をかけてやっただろ。かけてやった？まあそれはそれ、これはこれってことで。何それ、どういう意味？俺は母さんに親孝行したいからいろいろ調べて実際動いている、それだけ。お前だって親孝行したいなら自分でいろいろ調べて動けばいいじゃん。っていうか、そもそもお前はうちの嫁になったんだから、自分の親より嫁入り先の親を優先するのは普通じゃない。私はどっちも大事にしたい。あ、そろそろ仕事に戻らないと。じゃあそういうことでこの話終わりな。ちょっと翔太？サーラさん、こんにちは。今冷蔵庫が届いてね、古い冷蔵庫の引き取りと設置までしてもらっちゃって本当に助かったわ。ありがとうね。お母さんこんにちは。無事に届いたみたいでよかったです。新しい冷蔵庫が欲しいって言ったけど、こんなに早くそれが実現するなんて、本当に親孝行者の息子だわ。サラさんが冷蔵庫を選ぶときにアドバイスしてくれたんですって？そうですね。自分だったらこれが使いやすいかなって思って選んだんですけど、まさにって感じだったわ。冷凍庫が大きいと本当に助かるのよね。
ほら、もううちはお父さんと二人暮らしでしょ。食材を買っても食べきれなかったりして冷凍しちゃうことが増えたから。我が家も翔太さんと二人なので、よく冷凍室をパンパンにしていて気持ちわかります。これでいろいろ腐らせることもなくなるから助かるわ。お役に立てたようで何よりです。そういえば食洗機の調子はどうですか。あれも我が家にあればいいなと思って選んだので、もし調子が良ければ再度購入して我が家にも置こうかなって。食洗機？先月置くタイプの食洗機を送って設置工事もしたって翔太さんから聞いているんですけど、おかしいわね。食洗機なんて家にはないわよ。え？そりゃ毎日の食器洗いはこの年になると手も荒れるし大変だけど、私とお父さんの二人分だし今はそこまで困ってないわ。あー、そうなんですね。それに自分で洗った方がしっかり洗えているか確認できるからそっちの方がいいわね。食洗機の件は私の勘違いだったかもしれないです。もしかしたらあれかしら。ほら、うちにばかりプレゼントをしてくれるからサラさんのご両親に悪いと思っていたのよ。食洗機はそちらのご両親にプレゼントされたんじゃない？いえ、うちはリフォームした時に食洗機付きのキッチンにしたので。そうなの？それは羨ましいわ。我が家も古くなったからリフォームしたいくらい。でもさすがにものすごくお金がかかるし、車だってそろそろ買い替えたいし、お金っていくらあっても足りないわね。本当ですね。夫婦共働きだからサラさんと翔太のところは大丈夫だと思うけど、今後のためにもしっかり貯金だけはしておくのよ。わかりました。冷蔵庫何か問題があったら家電量販店に連絡するので教えてくださいね。何から何まで本当にありがとう。翔太、聞きたいことがあるんだけど。今って休憩中？移動中。後輩が運転する車に乗ってる。じゃあメッセージでいいわ。お母さんから冷蔵庫のお礼の LINE が来たんだけど、その時に話の流れで先月の食洗機のことを聞いたの。え？そしたら食洗機なんか家にないって言われたのよ。先月親孝行として送ったって言っていたわよね。どういうこと？それ母さんに話しちまったのかよ。何？ダメだったの？食洗機配送の手違いでゴタゴタしていてまだ到着してないんだよ。到着するまで秘密にしてサプライズで送りたかったのに。だって進捗なんか聞いてなかったし、母さんが驚いて喜ぶところを見たかったのにサプライズ失敗だわ。なんかごめん。まあ、別にいいけど、いつ届くかまだわからないけど、そのうち俺の実家に食洗機届くから安心しろよ。そっか、わかった。私から食洗機の話題はお母さんに出さないようにするわ。ありがとう。それと相談もあるんだけど。相談？うちの親が2人とも今年還暦を迎えるんだけど、何かプレゼントしたいなって思っていて。還暦？温泉旅行をプレゼントしたいんだけど、私たち2人からってことで。それは別にいいけど、食洗機買って冷蔵庫も買ったし、今度は車を買う予定なんだから、俺からは金そんなに出せないぞ。え？出せて5000円くらいかな。それだけ？あなたの実家には何十万も私出しているのに。っていうか我が家のお財布からだから、そのお財布に渡したって入れているじゃない。金がないものはないんだから仕方ないだろ。でも新車買うつもりなのよね。新車のカタログ家にたくさんあるし、ディーラーのところに通ってるし、そのために金が必要だから。今他の用途で金を出すのは無理って話。ローン組むなよね。だって車買うのに駐車場の整備が必要だろ。いい車買うからカーボートは設置しないと。カーボート？駐車場に屋根つけるんだよ。そんな話聞いてないんだけど。別にうちの実家につけるだけだし、そこまで言う必要はないかなって。実家？待って、まさかとは思うけど、我が家の車を買い替えるんじゃなくて実家の車を買い替えるってことじゃないでしょうね。母さんがこの前車を買い替えたいって言っていたからそのつもりだけど。また？そんな話聞いてないわよ。母さんにどんな車がいいか聞いて、実際何回か一緒にディーラーに行ったんだ。嘘でしょ？でもローン組む話、私とあなたのペアローンでってことじゃなかった？それ親孝行だからな。俺とお前の新車のローンくらいなんてなんてことないって。母さんも喜ぶし、これくらい親孝行しないとな。いいけど本当に大丈夫？ローン1万なら余裕だよ。毎月俺の出費が1万増えるだけで親孝行できるんだし問題ないわ。
今のうちに親孝行しとけば将来いろいろ母さんと父さんのものを相続して倍以上返ってくるわけだしさ、先行投資だと思えばいいんだよ。サラは分かった。実はもう車も契約直前で、あとはローンに関してサインすればすぐ納車できるって。楽しみだな、母さんの驚いて喜ぶ顔がさ。全は急げってことで仕事終わりにディーラーのとこ行ってサインして車購入してきた。サラとペアローンにすると手続きとか面倒だし、ひとまず俺だけで組んで、サラは毎月俺に車の金を渡す感じでいいよな。銀行引き落としも俺に直接渡すのもやることは変わんないだろう。とりあえず毎月いくら俺に払うかって契約書みたいなのも作っておいたから、帰ったらそれサインしてくれ。サインならもうしたわ、離婚届にね。え、離婚届？サインした離婚届をリビングのテーブルに置いておいた。あとはあなたがサインして役所に提出してくれれば離婚成立。ちょっと待てよ、なんだそれ、俺は聞いてないぞ。私も聞いてないことだらけで、お金だけどんどん取られてもう我慢の限界、離婚します。荷物はまとめてもう家も出るから、家のことはあなたに任せるわ。いやいや、なんで離婚なんて話になるんだよ。まさか俺の親にばっか親孝行するのがそんなに嫌なのか？それももちろんや。私の両親と会うことが親孝行みたいに思ってるでしょ。お金かけろってことじゃないけど、私の親のことを大事にしてくれない人とこれ以上家族を続けることはできないわ。これから一緒に払っていくローンもあるんだぞ。太陽光に車のローン、太陽光のパネルとか蓄電池のローンは弁護士さんと相談して私が払わなくていいように手続きをするわ。車はあなたが単独で組んでくれていたから、もともと私が払う必要はないわよね。お前だって太陽光は賛成しただろ。あのね、お母さんたちに離婚届にサインする前に相談しているの、あなたのこと。え、相談？太陽光に関してももし法的に私が払い続けなければならなかったら、お母さんたちが私の分を立て替えてくれるってことで話がついているわ。俺たちの親孝行なんだぞ。将来的にあなたに残す予定で貯めてくれていたものから払ってくれるんですって。え、それって俺の金ってことか？あなたには何も残さないって言っていたわよ。なんでだよ、今までいくら母さんたちに貢いでやったと思っているんだ。それと同じくらい浮気相手にも貢いでいるわよね。何を言っているんだ。食洗機のことで話が食い違った時点でおかしいと思ったの。だってお金は払い終わっていて1ヶ月も配送が遅れるなんてありえないでしょ。配送ミスがあったとしてもいつ配送されるかわからないなんてもっとありえないわ。小さな置き型の食洗機だし、そもそもお母さんは食洗機なんか望んでなかったし。それはでも毎日食器洗っていたら手も荒れるし。疑問に思ったから今まであなたからお母さんやお父さんに送るって言っていたプレゼントを書き出してお母さんに確認してもらったのよ。なんでそんなこと。そしたら半分はお母さんもお父さんも知らないプレゼントだった。だから1週間かけて急いで調べたんだけど、浮気相手に随分貢いでるみたいね。お母さんの誕生日にプレゼントするって言って私もお金を出させて買ったブランドのバッグ、彼女が持っていたわ。いや、それはたまたま同じバッグを買っていただけかもだし、そもそもそれは後輩の子、よく外回りを一緒にしている後輩の子だって。こっちが言う浮気相手が誰か示してないのによくそれがどの子か分かったわね。だって俺が一緒に行動する女の子なんて後輩くらいだし。悪いけど浮気の証拠は上がっているの。3日前のお昼休憩と昨日の夕方に決定的な証拠をゲットできたしね。嘘だろ。浮気の慰謝料に関しては弁護士さんに相談の上ご連絡しますね。それから今まであなたがお母さんを隠れ蓑に使って浮気相手にプレゼントしていたもののお金、私が負担していた分は返してもらうから。待ってくれよ、車のローン組んじゃったんだぞ。月8万のローン。私の方が稼いでいるからってあなたの負担額が1万で私の負担額が7万なのはおかしすぎるでしょ。親孝行だろ。今までもそうやって私の方がなんだかんだたくさん負担してきたわよね。私の親じゃなくてあなたの親なのに私のお金を当てにしないで。月1万の負担だからあの新車にしたのに、クレカの支払いだってあるし、そもそもここの家賃だって俺単独で払えるわけないだろ。身の丈に合った親孝行じゃなかったってことね。もっとも半分は浮気に消えていたわけだけど、
彼女との食事とか宿泊費とかデート代のクレカの支払いがあるのにこれ以上の新品は無理だって。今しっかり浮気を認めたわね。え、これも立派な慰謝料請求の交渉材料になるわ。ありがとう。ちょっと待ってくれよサラ、俺はお前と離婚するつもりなんかないんだって。後輩のことも遊びだし、そもそも彼女だって婚約者がいる。結婚するまでの遊びっていうか。ただの浮気じゃなくてお互いに浮気だったの？最低ね。あなたの本性が知れてよかったわ。結婚して3年、傷が深くなる前に離婚に踏み切れて何よりです。離婚したくない。私の稼いが目的でしょ。これはどうやったって給料が上がらないんだよ。今はもう物理的にもあなたから離れたいし、ここから先は弁護士さんを通して話し合いましょう。私もまだ整理したいことがたくさんあるしね。頼むってサラ、考え直してくれサラ。次はお前の両親に親孝行してやるから。基本的に私の両親へはしてやるのスタンスだったことも離婚の決め手になりました。その後私と彼はなんとか離婚が成立、組んでいたペアローンは向こう側が承諾する形で解消できました。元夫は自分の母親を隠れ蓑に浮気していたことが両親にバレて感動、さらに浮気相手の婚約者にもバレてダブルで慰謝料請求をされているそうです。私は彼と浮気相手からサクッと慰謝料をもらい、今まで浮気相手に貢いでいた私のお金を毎月返済してもらっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。